回もお伝えしたいお店があります。移転してからはですね、初めてとなりますので非常に楽しみでございます。行ってみましょう。スプラッシュファンタジアという水を使ったイベントが海でやっているということをこの間知りまして、8月25日まで毎日やってるんですけれども、これ動画間に合うのかというところが不安ですが、やってるらしいです。前列の方はびしょびしょになるような夏のイベントのようです。おじさんは遠巻きから見ておりました。まあロケーションが最高ですね。マー君の酒場放浪記。はい、三宮の方に着きましたけれども、今回はですね、以前本当コロナ前ですかね、何か見つけましたね。鶴亀餃子製作所みたいなのがですね、お店が生田川の方に以前あったんですけれども、おそらくそこが出しているであろうお店かな。なおかつその南側に立ち飲み屋が以前あったんですが、それがまた移転して地下になった模様でございます。初めてでした。なんといってもこの生ビール衝撃の250円というですね。そしてまた日本酒は別メニューがあるくらい豊富でございました。やっぱこのフードメニューを見た時にまた来ようともう決めたんですけれども、早いな。結構もつから山椒とか焼き穴子ときゅうりの酢の物とか結構渋い、そしてなんか気になるメニューが多くて、いいと思います。お店一押しの一品、新鮮でもつっとした食感がいい。
べやすいサイズの餃子、皮はしっかりめ。ポテサラにケチャップとチーズ、こんがり焼きました。ほんまポテサラよ。生姜たっぷりが嬉しいね。おつまみチャーシュと豚と卵の炒め物、お値段忘れました。よっ。